はい。皆さんどうも、こんにちは。はい。えー、創建アカデミー、榎本と申します。えっ、ー、と、今日はですね、あの、えっ、ー、と、今月の23日に、あの、入試分析会という、うまあ、企画をします。えー、まあ、これはですね、あの、中学入試の分析会ですね。それも、あの、首都圏における、あの、中学入試の分析会ということを、えー、行ってきます。まあ、大体毎年、そうですね、あの、この時期やってるんですけども、 まあ、あの特に今年ですね、えー、っと、まあコロナ禍で、えーまあ、どのようにね、あの入試、もう全体としてどういうふうに動いたかっていう部分と、あとはあの当然あの、まあ、自分の方もね、えーっとまあ、日々、まあ、指導してきたわけですよ。まあ、おそらくですね、春、えー、冬休み、冬休みから2月直前にかけてですね、 おそらく日本一指導していると思います。うん、というのはあの、朝8時から夜8時まで、えー、みっちり指導し、その後、あのオンラインで自習室、えー、行うとかですね。まあ、あと ね、保護者の方々からねいろいろ、まあ、まあ相談から何からね、まあ、特に面接があるとですね、えー、願書であるとかそれからまあ、ね、面接のまあ一問一答みたいな、まあ、そういったことも含めですね,、えーまあ、そうですね夜1、まあ時一時ぐらいまで普通にやってましたですかねうんまあおそ,、ね、それもあの、えー、何クリスマス、えー、それから正月もう関係ないですね えもう休みはゼロですよ <laughs>。ということで、受験生及び受験生保護者と、まあ本当は朝からえ夜中までやってた。まあそんな感じです。なので、まあそういった、まあ長時間ね、いろいろやってきた中でのまあ結果、まあ結果ですね、まあ本当にまあ今年もしっかり受かっていただいて、その辺の話も含めですね、ちょっと,えとデータに基づくちょっと入試分析会ということを行います。で、まあ おそらくまあいろんなあの問題等の、それから教科ごとの分析等々のデータもあのこの後集めて23日にちょっと間に合わせるようにこちらも準備していきます。なのであのもしご関心があり参加したいというね,あのそうですね、まあ、対象としては新6年生、新5年生 え、それが新4年生。まあ、その辺のね、あの、学年の方々。まあ、ぜひ、えっ、ー、と、ご参加ください。で、え、参加方法ですけど、あの、えっ、ー、と、別途、あの、URL つけてありますので、そちら確認してください。で、えっ、ー、とですね、まあ、あの、ズームを使います。 うん、オンラインであります。なので、えー、こちらに教室来ていただかなくても、えー、参加できるように、えー、してきますので。はい、ただし、あのちょっと定員をちょっと設けます。うん、今のところちょっと10名というのが一つの、えー、定員で、えー、行う予定です。はいでえー、っとあとこれもしあの塾関係者の方に関しては、ちょっと別途連絡ください。えー、ちょっと色々あの 事情がまたね、あの、えー、受験生及び受験生保護者とは変わってきますので、まあ、塾関係者の方は別途ちょっと連絡ください。はい。ということで、えっ、ー、と、2月23日、まあ、天皇誕生日ですね。あの、ここで、えー、入試分析会ということを行います。ね。まあ、今回はね、ちょっとね、入試の3つのポイントってここ書,い書いていたんですけどね。うん。まあ、この辺含め、えー、えー、いろいろね、もう話したこといっぱいあるんですね。<laughs> 本当にね。うん。 だからぜひね、あの、まあ、なんていうのかな、こう、まあ、うまくね、こう、入試乗り切ってもらいたいなと思います。うん。ね。えー、ちょうどもう終わって、どうでしょう、1週間、えー、ちょっと経過したぐらいですけども、やはりね、あのー、このぐらいのタイミングになると、いい話だけじゃなくて、結構、うまくいかなかった、えー、失敗した、みたいな話も入ってくるわけですよ。 だその辺についても、あの、どうしてもね、あの、いろんな話聞くと、いいことばっかりなもんですから、そうじゃなくて、いいこともあるんだけども、一方でこういうこともありますよってことをね、これはね、あの、僕は、あの、真実をしっかり伝えていきたいなというふうに思います。うん、なので、えー、そういったことで、えー、ね、この2月23日、十、えー、10時から12時、まあ2時間、えー、行いますので、はい、もし、ご関心ある方は、早めに、連絡をください。 以上、えーと入試ね、首都圏中学入試の、ね、今年の無石灰のお知らせでした。